この辺りで一番おすすめのゴルフ場はどこですか。まあ、あの行きたいとこは広野サイプレス、まあ、超高級ゴルフ場はいっぱいありますけど、はい、でも太平洋クラブさんとかやっぱり宝塚六甲とね、有馬と、まあ、ね、うん、あのマルハンシニアやってるじゃないですか、はい、すごくいいと思います。シニアやってるじゃないですか。で、今度 ABC でもされるじゃないですか。はい、 ABC もいいよ、ね、ABC もいいとこだった。今あとグランドオーク、あ、グランドオーク優雅ですね、はい、広いんで結構、あ、はい、ロング見えない、はい、はい、どうぞ、はい、あー、ダメだ、これはドローヒッター、うん、だから、あれが出る時があるの、たまに、うん、頼みました。ちょっと構いにくいですね。構いにくい、ヒロコ。ヒロさん、フェードで行くんですか。いや、ヒロは、はい、え、フェード打てないでしょ見といてください。飛球線、綺麗なの出しますか。マジでコースなりに黄色からフェードね。おー、黄色からフェードいった。黄色からフェードしてる。ストレートフェード、やったぞ、まっすぐボールひどいよ。まあ、まあ、バンカー入らなくていいって。バンカー入った。あ、めっちゃいいキックして、どっか、どうだろう、いや、どうやろ、微妙。もらったの、分からん。きついんで、口調がすごく優しくなろうと思って最近。ヒロさん、でもあのクラブハウスでお会いした時すげえカチッとし て全然、ね、全然別人っすよね。いや、あれはね、いい、俺も初めて見た、あんなカチッとしたヒロ。本当でしょ。本当や、あんな持ってるんやと思って。ジャケット着てきなさい。そう、うん、ね、ちゃんとジャケット着てピシッとした髪型で、ね、もんで一礼して入りなさいって、うん、おばあちゃんに習いました。ゴルフ場で、はい、味噌汁を飲めって言われましたから。それは、ね、ショー、ナイショー、調子いいじゃないですか、でもなんかすごいなんか擦れボール、うん、いや、まあ、ヒロと一緒のターン出ましたね。確かに黄色からのフェードだった。今日は全部 IP 狙うぞっていう気持ちを込めて黄色着てはったんで。あ、そういうことっすか。はい、さすがっすね。そうですね。ゴルフ歴はどれぐらいなんですか。ゴルフ歴でも初めてやったのは多分ちっちゃい時にちょっとやったことあるけど、もうなんか握ったことあるぐらい。ラウンドしたのは多分大学の時に1、2ラウンドしてたことあるぐらい。それは日本ですか、アメリカですか。アメリカやけど、それ出してないから、動画で。いい、出してください、出してください、全然いいです。あ、まあ、そっちだっていいか。いいです。ソウさんはアメリカ時代があるんですね。そう。英語喋れるんですか。イエス、アイカヤ。いやいや、そっちに行かないから。でももう、日本帰ってきて20年近く経つんで、もう全然。ヒロさんはちなみに。僕、20歳ぐらいからですね、18からじゃない。違う。あ、違うよ。うん、あれは多分4番ウッドでしょうね。あー、嘘、やっちゃったあれ、お兄ちゃん頑張んない。大丈夫っす。やっちゃった。あ、でも行かないか。これやばい。ああ、よかった。まあまあまあいいよ。見てでしょ、最後さ、つま先上がりだから引っ掛けやすいなって言いながらちゃんと構えてるじゃないですか。うん、で、そうするがあまりちょっと傾斜に負けちゃってるから、うん、頑張って。俺。頑張って。取らなきゃいけない。投げ方よ。お兄ちゃん。お兄ちゃんじゃないから。乗ってたね。なになに。おー、行った行った、超えたんじゃない。左にちょっとこぼれちゃった。いい打ち方するな。むずいな、このフィニッ
ッシュは。体浮いたか、使わないように。さっきから引っ掛けまくってる僕が。ちょっとゾクッとしたね、今の仕方は。うまかった。うん、取れなかった。いやいや。あれ、うん、しか見えない。今日はアンニュイだね。今日はちなみにベストスコアはおいくつなんですか。俺かな。すいません、上げて下ろす、押さないと。はい。え、82です。82、はい、70代かな。70代、ハーフは30代。64です。だから言ったらおかしいもん。美穂ちゃんと、いやいや、やっと組んでもいい勝負できるかぐらいで。いやいや、飛ばしで負けちゃうから。モーションキャプチャー俺も行かなあかん。モーションキャプチャーよう知ってるね。それはもちろん。お兄さん今ベストスコアいくつになったんですか。去年の11月に83出して、もうそれ以来。じゃあ、ソウさんと1打しか変わらないの？うわー、グリーンオーバーしちゃってる。ガビーン。ゴルピアチームはもうグリーン手前まで来てますので、どうなるか。どこまで寄せてくるかですね。ちょっとオーバー出ました。リンゴールチームはミラクル出さないとなかなか勝てそうもないです。おお、これはまたチャンスがまだありますよ。離されないように。あるよ。はい、ちょっとグリーンオーバーしちゃった。ここからいきます。おお。ああ、行かない。ああ、やばい。入れ。おお、ナイスタッチ。あ、曲がらん。じゃあ、三枝さん、ライン上にカメラ置いとくんで、プレッシャーかけておきます。ああ、そんなに？すぐってことか。うん、スライスしないね、そんなに。しない。フックスライスって感じ、最後。そもそも、このパターどうなの？このパター、よくわかんないです。なんでこんなパター。マーク、マーク、マーク。全部忘れる。右向いちゃった。当たった瞬間。OK でーす。よし。OK 出さないんだ。厳しい。厳しい。ナイスーです。でも3個も離れちゃいましたね。3、2。もうゴルピアチームは3ナップです。はい。ちょっとサヨさん、しっかりしてくださいよ。いや、お兄ちゃんでしょ。厳しいこと言いますね。いや、俺そんな人だと思わなかったな。そう言うわ。もっと厳しいのに、いつも俺に。ちょっとベスト64はちょっとね、厳しいです。そうなんです。これベスト64なんです。64って、インチ。何越え、かなりトリッキーなホールにやってきました。なんで右が広いからさ、適当でいいんだよ。ここは12月22日のリンゴルホープの会場なので、皆さん要チェックです。おお、うまっ。よいしょ。危なっ。お気に入った。あ、でも戻した。まっすぐ。ナイスショー。
ナイス。すごいレディースティーがとんでもない前にあるんですけど。これ、これ。やば。これは頑張って耐えましょう。最後まで諦めずに。おお、いい球。よいしょ。こういうホールの方が得意な。やっぱりプレッシャーかかった方が強いですね。すごい。よいしょ。イノシシ。ああ、本当だ、はい。捕まってたりとかするのかな。面白いゴルフ場で、はい、昼飯にイノシシ鍋っつって、はい、捕まえたイノシシですって出すとこがあって、新鮮でいいんかな。新鮮でも一回そのなんか見ちゃって、うん、食べれなくなったんですよ。あ、やっとレディースティの恩恵をいただけることになってきた。このレディースティはちゃんと212ヒロさんが見ていってくれてます。さすがだな。あ、これどこだろうって。わかりました。この木の上でしょ、小さい。ただ今日なんかスライス気味だから微妙。バンカーの上。おー、いや全然グリーン手前。危ないって言ってたのに。なんかバンカー方面ですか。めちゃくちゃ花道です。え、本当ですか。手前でしょ。よかった、乗せて欲しかった。ワンオンして欲しかった。いやなんかドローがさうまく出ない道があったか。なんか高いし、ふわっ。操作のボールですか。はい、お分かり合っている。そうなんですか。フッカーとスライサーの語り合い。右向きの話してた。でもソーサー向かないでしょ。いや、言ってあげて。右、でも向いてないですよ。最近。はい。うん、だってあの前回ちょうど 2,3 日前動画撮ったんですけど、うん、その時にすごいまっすぐ向けてて、うん、びっくりしたんですよ。ちょ、気をつけてね。はい。そら、そんなこと言うか、右に。右左だった。マジ？早速。あれ？メンバーキックしなかった。結構右行ったんすね。斜面。天空にかけるショットします。オッケー。シャンクしたらすいません。はい。あ、本当に上がった。本当に天空行った。止め。おお、止めた。とりあえず乗りました。止めた。さあ、三枝さん1打目でここまで来ました。飛ばし屋ですね。いやすごいですね。あ、もう止まっちゃったよ。どんな感じ？こうやって打った。歯に当たった。これは入らんね。そうさん。ちゃんと打ってよ。いや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 、あれもうちょっとだったら。左行ったから。タッチはぴったり。結構じゃスライスした。あ、出だして結構する。はい。おお、そっち。そっからそんな曲がるんや。すごい難しくないですかこれ。でしょ、だから俺も右打ったんよ。いやでもスライスフックラインが。あ、またこうちょっと。入った。かっこいい。ただ、
まだ決まらないでしょ。まだ決まらない。もうあと全部バーディーでしょ、こっち。あと全部カートンないと めちゃくちゃ遠いですけど、それ合ってます？140でしょ。テンションもないでしょ。138って書いてるんですけど。騙す気や。とうとう。さあ、レーザーで騙す作戦。そういうコーナーを使ってくれようってきました。131です。危ない。おわ、いい球打つな。そうちゃん、うまいな。どうした？いつもこうなんすか？いや、違います。あ、ちょっと弱い。えぐい。ちょっと上げてる。かっこいい。上げてるっていうポーズが。それは前情報で。でも入ったでしょ。おお。おいおいおい。ちょっとシャンとした。ちょっと。ちょカメラ持ちすぎや。ナイスオン。おいった、いった。飛べ。いけ。フェンスだよ。あー、惜しい。これありがとうございます。あ、すいません。パンチ力ある女子いないじゃないですか。いいな。やっぱり卓球やってるから。情報がすごい。なるほど。浴衣着て卓球やってるから。最初の頃のやつ、王様、王様一番最初負けてたから。王様最初負けてた。でもすげえスマッシュ打ってました。マジ？でも引かれる、あれやる、なんか急に引かれるじゃないですか。はいはい。前傾姿勢から。確かに。やばい。気持ち悪い。この試合みたいな感じのショットで。マジ？急に見てないでしょ。見た。いや、けど見たけど、当時見たからもう。あ、当時ね。僕リアルタイムで見てますから、今も。え？今ここ流れてます。マジで？はい。映像、はい、この映像にね。やばい、バレちゃう。嘘ついてる、バレちゃう。さあ、さあ、これ入れられたら、負けちゃうよ。乗ったの？これ乗った。どうぞ。こっち行くの？あ、そっち行くんだ。ありがとうございます。お兄さん、入れてください。ちょっと難しいな。あ、行く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 。おお、ナイスアプローチ。おお、惜しい。強気。お、来た。強くいった。なんか優しさですか。いやいやいや、違う違う違う。ガチですガチです。どうするの。どうするのじゃねえよ。入れていい。入れていい。入れていいっすよ。ここで手抜いたらゴルピア燃えますよ。本当っすよ。うん。どうナイスでーす。本当に入ると思うから。スパー。返しは入れるでしょ。